大曲がときフィルムのヒロト、どうもです。どうも。どうも。今回はですね、神様にちょっと会いたいなと思ってね。神様？うん。岐阜にはトイレの神様がね、いらっしゃるということだと思うんですから。はいはいはい。うん。ちょっと一度はね、見ておきたいなというふうに思ってますんで、早速行きましょうか。行きますか。あ、じゃあ、ちょっと早く。久々に。あ、いいですか。いいよ。大曲がとき、始めます。この場所ではいくつか曰くはあるんですけど、特に2階のトイレにとある落書きだと思うんですけど、絵が描いてあるんですよ。でそこに神様の絵が描いてあって、そこがね、よく霊が出る場所として有名です、っていうのと、あとオーナーの霊がですね、屋上に出るということでも有名、とりあえずちょっとその問題のトイレをね、一回ちょっと探してみようかなと思います。今から30年以上前に集団食中毒が起きていて、それをきっかけに廃業、廃墟化されたと言われています。で、噂なんですけど、その後経営難に陥ってですね、ここのオーナーが、自ら命を絶ったということも言われています。もう草木が生い茂っていて、中に入ってしまうともう本当に完全に下界と外と遮断されてますよね、見ての通り、そう、完全に朽ち果ててる、鉄骨もボロボロで今にも崩壊しそうな状態ですね。ここがね、心霊スポットになった原因っていうのが、オーナーの霊が出るっていうのもあるんですけど、それとガス爆発がここで起きたらしいんですよ。で、その時に多数の死者が出たと。過去2回火災が起きてます。この辺見てもらうと、もう丸焦げだから、今僕らがいるのが、ここが、一応1階、この問題のトイレは2階にあるらしいんで、階段も何もないんですけど、ちょっと頑張って登ってみましょうか。あ、すげえ、よいしょ、完全に崩落しちゃってるね。本当危ないね、これ。ここが何なの？宴会場みたいな感じかな。黒く焦げ落ちてるよね。ここが2階ってことは、ここにそのトイレがある。ここかに。あれ？オッケー。もう一個上、いや、ここに向こうでも上行っちゃうんで、ああ、そう、ちょっと待って、あ、人の声するよね。下、なんか光ってない、なんかそこ光ってない、違うか、さっきさ、人の声するんですか、本当にさ、ガチャンって、なんか本当に閉める音しなかった、閉める音、扉とかがさ、ガチャンって閉まる音したいんだって、マジ誰かおるね。なんか。いやー、だってもう、3時だよ。3時だね。でも、たぶん明らかに3階の方じゃん。今、声したのも多分そっちの方だよね。一応3階は、例の目撃情報が多い場所ではあるけど、ね、とりあえずちょっと、2階のトイレちょっと、行ってみようか、閉めようか。お、びっくりした。いきなり、ここやん。これだよね。これだ。この絵が、通称だけど、神様の絵と、言われていて、ちょっと待って、今。めっちゃ普通に来たね。うわ、ちょっと寒気してきたわ。してた。確かに不気味な絵ではあるというか、うわ、なんか寒っ、なんかすごい冷たい、なんで、これもなんか人っぽいな、子供の、子供っぽい、子供っぽいか、やっぱりここは心霊現象が多く報告されていて、やっぱ、あ、書いてある。男性がうなる声が聞こえる。3階の窓から誰か見下ろしているとか、いろんな逸話がある。じゃあさ、一人ずつ写真を撮ろうか。
そこで、うん、ちょっとでも変なものが映った方が検証しよう。検証する。そっちが検証するんだ。それはね、まあ、そっちの方がここに強く気を感じてるからとか。じゃあまずトモさんから。はい、いきます。どうすか。まあ、ちょっと分からん。いや、怖いな、もう。行くよ、もう。うん。行くよ。こっち見てるように見えるね。ああ、見える。確かに見える。え、本当だ。え、こっち見てるように見えるね。本当だ。ありえないよね、でも角度的に。うん、ありえない。え、ここに反射しちゃった。そうだよ。いやいや、見える。え、これ。え、こっち見てない？普通に。見てる、見てる、見てる。いやいや、見てるよ。見てるよ、これ。え、見てるよね。見てる、見てる、見てる。え、だってさ、これだって目がさ、白目じゃん。うん、うん、黒目でしょ。そう、黒目。そんなの睨んでるみたいな。え、これどう反射したらこうなる。ならんよな。あ、これ普通だね。こっちは普通だ。普通なんだよ。普通ってことね。そうそう、ほぼ映ってない。あれ、こっちは俺逆にこっち見てんだな。あ、ほんとだ。あれ、どういうおかしくね。おかしくね。見てみて、これは普通にまっすぐ見てる。見てるね、見てみて。もうカメラ目線だもん。完全にカメラ目線。まあじゃあちょっとこれらを総合すると、まあじゃあトモさんが一人検証。ちょっと待って、おかしくない？そうだね。ちょっと待って、これ撮れたかね。ちょっとじゃあ僕やるか、うん、これはねびっくりしたよ今。まあ何かあったらさすぐ、本当、ね、すぐ近く駆けつけるところに。近くって言ったって車めっちゃ遠いからね。まあね、そう。この廃墟で、最も幽霊の目撃情報が多いとされる、この神様の絵があるこのトイレで僕は一人検証をやってみたいと思います。なんか本当に今ここ温度が、なんだろう、この奥に来ると急激に冷たさを感じる。もしもーし。なんか感じる？いや、やっぱりなんかここだけ温度がすごい低いような気がしますね。まあ、ね、例の目撃情報が、うん、多い場所で一つだからね、こう。いや、でもね、やっぱこのトイレは閉鎖的な空間なんで、うん、それが本当にマジで気味悪いですね。もういいですか、僕。あとね、1時間ぐらい待機してもらうんで。うん、長いな。はい、お願いします。まあ良きところで、あの迎えに来てください。そうだね、うん、はい、はい、今僕の方がトイレの方で一人検証をちょっとやってたんですけど、うん、電話が T さんから2回かかってきたと。でもまあそれは間違い電話であるということなんだけど、僕はいたずらであるというふうに今も思っています、うん、見て、まあ、2回目なんだけど、うん、普通に声入ってるからね、女の人の笑い声みたいな。はいはい、どうしますか？
もしもーし。おーい。くーさん。違う。気持ち悪いね。やめてほしいわ。マジで。見てやるの。もう一回行くよ。うん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 。おーい。くーさん。違う。気持ち悪いね。やめてほしいわ。ほら、こう。うわ。マジで。これだ。さっきの2回目のもういやいや分かってますんで、本当に本当にしてない、本当にしてない、待機中の映像って撮ってる、あ、撮ってる撮ってる、これに入ってるんで、それ見ていい、うんうんうん、うん、え、どう、なんか感じる、よく、いや、やっぱりなんかここだけ温度がすごい低いような気がしますね。まあ良きところで、そうだね、迎えに来てください、うん、オッケーオッケー、はいはい、はい、T さん喋りない。話が全然弾まんの。全然弾まんの。これなんだろう。あやあやあ。いける？ボロボロだよ。これはちょっと登れさない。行こうと思えば行けるって感じだ。いやもう壊れすぎでしょ。これ屋上？これが屋上？これが屋上。幽霊の目撃情報が多い、今ここ屋上なんですけど、うん、屋上もう下が地面、土みたいになってて、もうどういう状況かなかなか伝わりづらいと思うんですけど、一応柵で囲われてるんだけど、もう木がね、浸食がすごい、まあ、こういう柵がぐるーっと一周ね囲われてる、外も変わらない、うん、ここでどういう目撃情報があるのかよくわかんないけど、うんうんうん、まあ戻ろう、うん、この柵の向こうに、うん、まあこれ屋上なんで向こう道路じゃないですか、うんうんうん、おそらくここは飛び降りをした人が当時いたみたいで、まあ多分それが原因で、ちょっと待って、噂が女の人の声聞こえた、そこで、こっちで聞こえた、全然わかんなかった、わかんないけど、なんで笑われたの、普通に笑い声聞こえたの、マジ聞こえた、全然聞こえなかった、全然聞こえた、マジか、なんで俺だけ、ここでここ今、当たるよね、マジ、やらなんかって言いますね、全然聞こえてなかった、全然聞こえてなかった、なんだろう、一応ここら辺で抜けてくるのに足で、まさか不良をした人が当時誰か、まあ、それだけ、ちょっと待って、なんで？おかしい。どれだけ？